これカートゥーンのキャラクターとかって頭が結構でかくて腕がちょっとその分短いとキャラクターがいるので、こう手を押さえるポーズって結構難しいですよね。まあ、これってリファレンスとかその参考資料とかあの動画でこう見るときとかにも役に立つ考え方なんですけど、どのポイントがあるからこのポーズって成立してるんだろうって考えるのって結構大事だと思うんですよ。でこの場合って、まあ、キャラクターが嘘でしょってこう頭を押さえてるわけじゃないですか。で頭を押さえてるこのポーズってどこが一番大事なのかっていうことを考えることってすごい大事だと思うんですね。でどういうことかっていうと、まあ、多分いくつかポイントあると思うんですよ。例えば頭に手を置いてるってこと自体が大事なのか、それとも普通こうやって頭に手を置いたら肘がこうやって開いたりとかしますよね。でこの肘が開いてるってことが大事なのか、内側に行った方がいいのかとか、どれがあったらこの、頭びっくりしてる、嘘でしょっていうニュアンスっていうのが伝わるのかってことを考えていくといいと思うんですよ。で、これ個人的に自分がやってるのは、なかったらどうかなってことを考えたりするんですよ。これじゃなかったら、引き算的に。そう。例えばこの場合とかって、まあ、一個自分が思ったのは、自分だったらこうするかなっていうのが、一つがこう肘がこうやってもう少し出てる感じがこういう感じですか、こうハの字型に。で嘘でしょってこうなってることが大事なのかなっていうことをちょっと思う。まあ、いくつかこう試してみてもいいんですけど、スケッチブックとかこう書いてみて、どれが合うかなとか考えてみてもいいんですけど、自分の直感的に言うとこの肘がこう外に出てるってことがすごい大事で、もしかしたら頭に手を置いてるってことはそんな大事じゃないんじゃないか、ほっぺたとかに手を置いてもいいんじゃないかなとか、こういう感じで。そしたらその分頭から下に下げれるから、もしかしたらこことかに置いたらこうやってこう手が横に出せますよね、こういう感じで。はぁっていう、これでもいけんじゃないかちょっと思うわけですよ。だこれがまさに今言ったそのポーズの要素で何が大事なのかってことで、ただ自分が知ってるポーズとか動きとかを映すだけじゃなくて、何があるからこれが成立するのかみたいな。自分が好きなこう、まあ、英語の言葉なんですけど、まあ、すごい英語らしい言葉だから自分は好きっていうのもあるんですけど、例えばこういう言葉があるわけですよ。 What makes jump jump?ジャンプはこれ単純にこれ名詞形だと思ってください。What makes jump jump ってこれどういう意味かわかりますか？単純に英語の表現として。この場合とかで言うと、例えばこれこういうふうに言えるかもしれない。What makes surprise surprise?、What makes surprise surprise ってこれどういう意味かわかりますか？なんか意外となんかあれなんですよね。まあ、全然違う話だけど、英語に限らず他の言語もそうかもしれないけど、意外となんかその英語には英語らしい表現とか、日本語には日本語らしい表現とか、そのなんかあこれってなんかすごい英語っぽいよねとか、なんかそういうのを分かることってすごい大事だと思うんですよね、英語で。個人的にこれってめっちゃ英語なんですよそう、めっちゃ英語って何かっていうと、なんていうか日本語でなんかちょっとうまく説明できなくて、なんか僕はこれ日本語に直訳するとすごいめちゃくちゃ変な日本語になっちゃうんですけど、これどういうことかっていうと、はい、ジャンプを、ま、ちょっと言い換えるとすると、ジャンプをジャンプにしてんのは何ですかって言ってるんですよ。ジャンプをジャンプとしてこう成立させてる要素は何ですかってことを言ってるわけですよ。 What make… あ、ごめんなさい、最後クエスチョンマークです。 What makes jump jump? で、 What makes surprise surprise は、サプライズ、驚くっていうのを驚くっていう風に成立させてる要素って何ですかってことを聞いてるんですよ。 What makes jump jump? What makes surprise surprise? この表現ってなんか自分は英語の表現としても好きだし、アニメーションを考える上でもすごい好きな表現なんですよ。なんでかっていうと、すごい考えさせられるじゃないですか。だからさっき言った引き算って話でも、ジャンプって何かかけたらジャンプじゃないんだろうってことを考えるわけですよ。まずしゃがむの絶対必要ですよね、しゃがむの。でも手の振りってどうですか？手の振り絶対必要？手の振りなかったらジャンプにならないとか、ジャンプした時背中が反る動きって必要？これないとジャンプって見えないとか、驚くって表情も眉毛上げなかったら驚くより見えないとか、あ、眉毛必要かなとか、目驚いてるけど目すごい見開くって必要？なくてもいけるかなとか、
まあ、そういうふうにあのポーズを考える上でもアニメーションを考える上でもリファレンスとかあの参考資料とか見るときこの考え方ですごく使えるんで、ぜひあの覚えておいてください。